ビュイック。ビュイックは、アメリカ合衆国の自動車メーカー、ゼネラルモーターズが製造、販売する乗用車のブランドの一つである。2019年現在、現役の自動車ブランドとしては、メルセデス・ベンツ、プジョー、ルノー、フィアット等に次いで、世界でも古参に数えられるブランドである。現在は、アメリカ、カナダ、メキシコ、中華人民共和国、 中華民国、イスラエルで販売されている。GM のブランド群の中では、大衆車ブランドのシボレーより、上級の中級車ブランドに位置付けられ、主に中大型の乗用車を扱う。ライトトラック、ピックアップトラック SUV 中心の GMC や、比較的安価な乗用車を中心とするポンティアックや、オールズモビル、二つと共に、ブランド廃止とは販売網が統合されおり、 それによって、ラインアップの相互保管はなされている。ビュイックの起源は1903年まで遡る。イギリス系アメリカ人、デイビッド・ダンバー・ビュイックによって、ミシガン州フリントに設立された、ビュイックモーター社がその前身とっており、同社はオフエンジンの開発によって、売り上げを順当に伸ばしていたが、翌1904年に、ジェームズ・ホワイティングによって買収される。 ジェームズは、同社の管理を新たに招聘したウィリアム・シー・デュラントに、委ね、デイビッド・ビュイック自身は保持していた同社の株を破格の値で上として、同社の経営より離れる。ウィリアム・デュラントは、優れた経営手腕を持っており、販売網とサービスを強化したためビュイックは、数年のうちに、たちまち全米でも有名な自動車メーカーとなった。同社は後にオールズモービル。 キャデラックと共にゼネラルモーターズカンパニーを組織し、ウィリアム・デュラントによってビューイックは GM 内においてキャデラックに次ぐハイミドルレンジの自動車を供給する位置づけと定められた。1929年には前年にキャデラックが廉価版のラサールブランドを展開したことを受けてビューイックの販売部門はビューイックブランドと GM 内でミドルレンジを担っていた。 大津モビルとの間に存在した価格帯を埋める位置づけでマルケットブランドを開始する。しかしその目論みは失敗し、単年度の展開をもって終了する。この頃より日本などへその販路を広げ、アメリカを代表する大型高級車として親しまれた。またその後は、第二次世界大戦と戦後の後継気を経て、アメリカの保守的なアッパーミドル層向けの上品なハイ。 ミドルレンジ高級車としての位置を保ち、フォードのマーキュリーなどを主なライバルに、ルセーバーやリビエラ、センチュリーやパークアベニューなどの主要車種がアメリカ内外で高い人気を維持し続けていた。その後は GM のブランド展開の方針変更により日本や欧州、オセアニア市場から撤退し、それ以外の国々では、 現在に至るまで堅調な販売を続けている。調査会社による顧客満足度調査では、いつも上位にいる。しかし、保守的なマーケティング手法が飽きられ、オーナーの平均年齢層が高くなってきたことや、日本車やドイツ車、韓国車などの輸入車に人気を奪われたために、アメリカ本国での販売は貫ばしくなくなっている。そのためしばしばブランド展開の終了が囁かれることもあり、 2004年に GM がオールズモビルを終了した時にはその話題は現実味を帯びた。しかしゼータプラットフォーム搭載モデルを継続してリリースしていることもあり、今後しばらくは継続していくものと思われる。一方で、ビュイックは拡大を続ける中国市場で大きく成長を続けており、2006年には30万4000台を販売し、 本国アメリカの二十四万仙台を大きく上回って同ブランド最大の市場となった。二千十年には十三年ぶりにメキシコ市場への再参入を果たし廃止が決まったポンティアックに代わって既存のポンティアック GMC ディーラー網で販売が行われる。オールズモビルを吸収した二千四年以降、ビュイックはラインナップの整理を進めセンチュリーとリンガルをラクロスに ルセーバーとパークアベニューをルサーンにそれぞれ統合した。また、ミニバンのテラーザよび SUV のランデブー、レーニアは打ち切られ、三立シートのクロスオーバー、SUV であるアンクレーブに置き換えられた。これにより、北米では、ポンティアックとディーラーモーが共通とはいえ、ラインナップが大型のモデルに偏ることになった。しかし、ポンティアックのブランド廃止によって、 ビュイックに中小型車を投入する方針に転換され、まず2010年にはリーガルがオペルインシグニアベースの中型セダンとして復活した中華人民共和国では2008年から投入済み。また、小型セダンのベラーノが2012年モデルとして投入される予定である。第一次世界大戦後の1920年代頃より日本市場に導入され、 GM におけるキャデラックに次ぐ高級車として、家族などの上流階級を中心に親しまれていた。第二次世界大戦後の吉田茂の自由民主党、総裁専用車も、ビュイックであったほか、連合国軍の将兵の多くも公用車や自家用車として使用していた。かつて、日本では柳瀬などが正規輸入販売していたが、 GM のブランド展開の方針変更により2000年代に入り日本市場から撤退した。現在は一部の輸入販売業者が並行輸入している。なお、柳瀬が創業時に販売を始めたのはビュイックとキャデラックからだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。